はい、どうも、こんばんにちは、 N スタジオのリュウです。ポケットモンスタースカーレットをやっていこうと思います。今回もランクバトルやっていこうと思います。早速レディーゴー。はい、ではよろしくお願いします、サルヨシさん。これな、難しいよな。モロバレルと、あの、なんだっけ、デリバードみたいなやつはこのポチが刺さりそうな気がするから、多分その2体のどっちかはモロバレルが先手で来るかな、か羽ばたく神で、セグレイブも入ってるでしょうから、ちょっとね、このツッチーがおもろい動きするからね、こいつは使いたい。先手取れるならこうの方がいいのかな。これでいこうか。まだまだ勉強中だからわかんないんだよな、どれが出てくるかとか。さあ、何これ、鉄の包みか。お、色違い。まあ、うちもなんだけどね。で、多分交代してくるんじゃないかなと思うん…あ、待ってよ。そのまま突っ込んでくるかな。テラバ切っちゃっていいかな。鉄の包みがよくわかんないんだよな、いつも。草。これで今一つ、よし。刺さるんじゃない？気合のたすきか。これしか出せないから、これでもう一発打って羽ばたく神にちょっとでもダメージ与えます。いや、このまま押し切ってもいいかな。切らない方が良かったかな。この子の出番です。ニューフェイス、まあ、ニューフェイスいっぱいいるんだけどな。この子が面白いんよ。ヘビニラ、お、引っ込めてモロバレル、これでも3体全部分かったな。あえてモロバレルと羽ばたく神と鉄の包み、これね、ずっと続きでいい。でひるんで技出せない。ヘドロかな、続き。体がしびれて動けない。これがね、面白いんよ。結構な確率でね、ひるんだり麻痺したりしてくれるから、相手ほぼ動けないんよ。ほら、うい、続き、うぇー、動けない。嫌だろうな、こんなん出てきたら。まあ、引っ込めるよな、そりゃ。あ、しまった、羽ばたく神か、頭突き当たらないな。
まあ、ここはヘビにらみから入っていいんじゃないか。おっ、ああなるほどね、引っ込めることによって回復するのか。これもう一回引っ込めてくるかな。これ読み合いだよね。噛みつくに変えとくか。動けまい。ちょっとずつダメージを与えていくぜ。動けまい。神つくにしとけばな、羽ばたく神が出ても、鉄の包みが出ても攻撃が通るから。後続です、後続。うい、動けるかそろそろ。まあ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 いいでしょう。その間でどれだけ動いてくるかだよな。鉄の包み、起きると信じて。まだ寝るか。これ無理かな、起きてくれるかな。まあまあしょうがないな。まああとはドラパルトに任せよう。多分ね、交代してくるんじゃないかな。トンボ帰りにしとくか。交代しなかったか。さすがに置いとかないか。モロバレル。こっちのが先手打てるからな。タイプ1で打っといた方がいいよな。あー、キノコの方式来るよな多分。よし、うちのツッチーが活躍しとるわ。これうわ、これ交代してくる可能性あるな。してこなかった、マジか。あーやらかしたな、警戒してしまったな。起きてくれ。あーやられた、惜しいな。いい作戦だったんだけどな。ありがとうございました。ビビオンスターとか、最近ビビオン流行ってんのかな。ヘビにらみからでいいかな。あ、眠りごな。嫌なやつだね。超マイ積んでくるパターンかな。入れ替えるか。ノコこっちちょっと硬いから。
こでも動ける気はするんだよな。身代わりか。大文字ニトロチャージかな。まあ一回積んでくると思うんだけどな。どうだろう。お前の眠り子なんだね。でもう一回多分身代わりしてくるかな。ちゃんと多分積んでくるタイプの人だな。そうでしょうね。起きてくれ。うん、そうだよね。やっぱ錠前積んでくるか。それで特攻と特防と素早さが上がると。起きろ。起きるんだ。積むね。これ多分素早さ抜かれてんじゃないかな。いってこのビビを抜けるかな。積んだのに引っ込めた。あ、ママンボ。まあまあ俺も引っ込めようかな。じゃあ引っ込めて、こっち。目覚めてくれたらありがたいよな。覚めないか。よしよ。ビネナミ起きてくれ。てくれ。あー、オッケーオッケーオッケー。起きた起きた。これでこっち先手でいけるから、よし、ビビオン倒した。抜け出せないならそのまま戦うまでさ。ママンボウを出してきたってことは、あともう一体が何か分かればってとこだ。何来る？マンボウね。まあヘビにらみから行くでしょう。アクアジェットしてくるんじゃないかな。ちょっとでもダメージを与えに来ると思うんだけど、じゃなかったな。どうしよう。
好きかな。よし、ちょっとノココッチにはダメージ受けてもらうしかない。このままいけ。よし、これ嫌だろうな。やばいな、これうちのメンバーのエースになりそうな予感がするよ。レントラーが一番のエースだけど、その次にノココッチ来そう。悩んでますな。続け。よし、もう一丁、もう一丁。お、引っ込めた。ヨジオン。ヘビニラミ。あー、やっぱ清めの塩か。ヨジオンにその戦法は効かないか。サンキュー、サンキュー。ここはちょっとウィンディーで行って、攻撃避けるのはいいよ。ただ相手は特殊には振ってないと思うんだよな。で、俺もニートロチャージしか見せてないから、物理だと予想してるはずだが、こいつは俺は特殊で努力値を振ってるんで、このまま竜の波動で押していく。無理か。やっぱマリルリ入れとくべきだったかな。三魚ジオン俺嫌いなんだよな。多分一発目は守るしてくると俺は予想してるんで、高速移動かな。守るからの塩漬けっていうパターンだと思うんだけどな。ほら、これで守るでしょ。で、高速移動で相手より上に立って回復されるのはしょうがない。火炎玉で根性も発動してテラス切っちゃうか。切ってのじゃれつかたってくれよ。うわあ、外すか。バカ野郎。
で多分守るしてくんじゃないかな。そんな気がすんな。やっぱから元気にしとくべきだったかな。今一つでも、コロテラスを切ってきた。あ、だるい。ゴースト。効果ありになってる。いけ。よっしゃ、急所も引いた。これはいけたか、もしかして。体力はまだ半分以上残ってるからいけるな。ママンボウでしょ。よしよしよし、これは勝ちでしょう。ワイルドボルトするのがいいんだろうけど、そう来ると思った。反動ダメージ食らうぐらいならこれで締めた方が。よしよしよし、危ねえ。ありがとうございました。いや、ノコこっちが強えわ。はい、よろしくお願いします。 RK さんですね。またビビオンがいるな。ビビオン流行ってんのかな。で、ボットですとマスカーニャ、セルグレイブ、これむずいな。なんか今までの傾向からするとビビオンが初っ端出てきそうな気がするんだよな。ビビオンが出てくるんだったらポチ最先端に置いて、これなぁ、今回ちょっとレントラーを外してもいい気がするなぁ。ヘリッパーがいるから雨降らしで来る可能性もあるんだけど、ホットデススタートか。一旦ダイモン銃撃っていいんじゃないかな。バトンタッチ、物理タイプと思ってのか。そういうことだな、多分殻を破るだ。これで来てたんでしょう。フリッパーとは相性悪いから、ノコこっち。痛い。よしよしよし。
来い、前ひじろ、来んのかーい。ちょっと活躍できんかったな今回は。まあまあいい仕事はしたでしょう。あとは誰でテラスを切るかってとこぐらいだから。 OK、 ペリーパーを持っていった。さあ誰で来る？ビビオン、ビビオンできたか。こっちの方が早いからこっちでテラス切っちゃって行ってもいいよね。やっぱビビオン多いな。ビビオン黄色かったらな使おうとは思うけど。あー向こうもテラスだった。テラスのこと考えてなかったな。行こうか、行こう。テラスだったか。あーくそ、そうだよな、テラス誰も切ってなかったもんな。まだそこ考えるべきだったな。身代わりからの超舞でしょ多分。身代わりをしてこなかったか。やばいな、これで向こうのが1段階速度上がってるから2段階上げられるのか。さすがに抜かれたかな速度。起きてくれ。これ多分向こうのが早いんだよな。一回耐えればってとこなんだけど。ですよね。これで起きればってとこだけ起きないよな多分。オレンキスで回復する方を選んだか。くそー起きないか。多分ここも向こうも賭けに出てんだろうな。ブリッジで打ってくるよな防空。急所引かれたか。しょうがね。はい、というわけで今回は3戦中2勝かなっていう感じで終わっちゃいました。いやまだまだ勉強不足だけど、ノコゴッチがだいぶ活躍したかなって感じだね。あとはそうだな、ウィンディの持ち物を変えるのが正解な気がするな。こ
が割り眼鏡にしてしまってるから入れ替えなきゃ次の技が使えないっていうのもあったし、でも火力上げるのはなやっぱこだわり眼鏡の方がいいしな、ちょっとその辺は次のバトルの時まで考えとこうと思います。チャンネル登録グッドボタンの方お願いします。次回の動画またライブ配信の時まで、またねー。